防災授業をしたのは広島市安佐南区にある安古市高校です。卒業生の沢本ひなさんが全校生徒およそ900人に講演しました。9年前77人が犠牲になった広島土砂災害。沢本さんは安佐南区緑井にある実家が全壊し、一緒に住んでいた祖母を亡くしました。この経験をきっかけに、現在は愛媛大学で地域防災や減災などを専門に学んでいます。当時、安古市高校の周辺でも土砂災害が発生したほか、生徒も犠牲になりました。講演会で沢本さんは、災害に備えることの大切さを伝えました。災害で失う命っていうのは救える命です。失う必要のない命だと思います。正しい知識があれば、おばあちゃんは今も一緒に過ごせてたかもしれないです。みんなにはこのような後悔をしないでいてほしいなと思います。逃げることが即決で一番大事みたいな。だから今回の話を聞いて、より一層地域のつながり、それが大事だなって思いました。自分が大人になってもっと子供ができたりとかした時に、このことを伝える義務があるなっていうことをちゃんと実感させられた気がします。すごく真剣に聞いてくださって、質問もたくさんしていただいて、すごいやってよかったなとも思えたし、話せてよかったなと思います。この防災って生活の中の一部の部分だと思ってるので、仕事として直接やるんじゃなくても、何か引き続きボランティア活動だったり、こういう体験を話すっていうことだったりができたらいいなと思ってます。安古市高校は今後も定期的に防災に関する授業を開くとしています。